日本の桜の名所100戦の地にも選ばれている昭和区の鶴間公園では園内に植えられたおよそ750本のソメイヨシノが満開を迎えています。今日は朝から大勢の花見客が訪れ地面にブルーシートを敷いて宴会するなどして思い思いに楽しんでいました。名古屋の桜綺麗ですね。綺麗ですねそう。晴れてくれてよかったなっていう。お花綺麗ですか。 鶴間公園での桜まつりの開催は、当初あすまでの予定でしたが、例年より桜の開花が遅れたことから、今月14日まで延長して開催されます。